はい、こんにちは。このは微分計算能力検定の検定の2回目です。はい。はい、で第1回目前回止まったんですけど、まあ、第2回目ですね。同じようにやっていきます。でまず問題を、アップロードしてるんで、ダウンロードしてね、まあ印刷した方がいいかな。印刷してやってみてください。で、解き終わったらこの動画続きを見てください。はい、じゃあまずね、解説は次の授業と次の授業やっていくんで、まず10問の、まあざっくり見た感じね、ヒントとかをね、やっていきたいと思います。で、できなかった人はこれを見てもう一回解き直してください。で、まず1番はいいですね。2番もいいですね。3番とかね、こういうのを、まあ1分ぐらいでね、できるようになってください。ね。めんどくさそうですけど、こういうのよく出ますよ。はい。で、4番。4番は、これは、まあ普通に小の微分法を使ってください。いきます。はい。5番できます。はい。5番は最後きれいな形まで整理してくださいね。はい。まあ簡単ですね。はい。6番。6番は、6の中に、三角関数が入ってて、それも、まあ、2乗になっちゃってちょっとややこしそうな感じがしますが、焦ることなく普通にやったらきれいになります。はい。で、ログの、まあ、性質として分数で、微分が出てくるんで、まあ最後ね、きれいに約分して揃ったりしますね。はい。で、7番も、はい、できます。できます。簡単です。で、8番、これ因関数。なんで、これは前回も言いましたけれども、最後は、dydx をね、dydx を求めてほしいんだけど、dydx っていうのは、x の関数で求めてください。つまり、まあ、最後は x でこれを表して、ってところまでいってほしいですね。はい。で、次、9番。9番、ここ3乗だ。はい。これは、これやりましたね。はい。やりましたね、こういうの。こういうのは、何回目くらいかな ?10 回以降だと思うんだけど、このカリキュラムで1回やったことがあると思うので、同じ方法でやってみてください。で、10番は、これは倍感変数表示なんですけども、これは、待ってね。ある曲線を表してるんですけど、これは有名な曲線で、名前が付いててカージョイドと言います。はい。これは、休暇点の数式でやるかな。数3でもやるけど。はい。なんで、わかんないとこがあったら、今のヒントになってないっけな。まあいいや。解いてみてください。そしたら次の授業から解説していきます。はい。じゃあお疲れ様です。